ヴァンフォーレ甲府島川選手です。厳しいピッチコンディションの中での今日の試合でしたけれども、まず90分振り返ってどういった感想をお持ちですか？ピッチャーはお互い様ですし、芝が長かったりっていうのはありましたけど、やっぱりそういうちょっとしたところのうまさっていうのはセレッソからすごく感じたし、今こうやって残留争いしている中で2点差をつけられて負けたっていうのは、はい、すごく悔しいというか、はい、ですね。ただチャンスのシーンも何度か作り出していました。今後得点を奪うために、そして勝ち点3を奪うために必要な部分はどういったところですか？準備してきた攻撃のスタートのところっていうのは、全てじゃないですけどうまくできたと思います。あとは最後の質だったり、最後の崩すところ、最後どれだけ人数をそこにかけていけるのかっていうのが、これから残り4試合ですけど、はい、大事になってくるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。